本日5月17日月曜日、ミャンマーの時間の午前11時ぐらいになりますね。こちらのね、これね、マックスエナジーの、トラックが今目の前を走行してますけども、この目の前に見えてるですね、このホテル、これローズウッドホテルということでですね、これも本当に悲惨なんですけれども、もう、私が初めて来た2010年ぐらいの時はもう工事始めてましたけどもね、まあ、その後点々といろいろ所有権のところが移転したりしてたんですけれども、あ、ちょっと今バスでね、あ、見えなかったな、あれ、あ、ちょっと見えたかな、あれスーレーパコだからね、今見えましたけど、あそこら辺もだいぶもう普通に外を歩けるような形になってますね。ちょっとこの目の前にねトラックがいて、向こう側が見えないという状態になってますが、ここはカンボーザの本店が入っている建物ですね。でここが、ま、ミャンマーインシュランス、ミャンマー保険公社ですね。これね、ちょっとね、これまた目の前を、このね、お水を乗せた、トラックが走ってましたけれども、こちらですね、ストランドロードということで、今ね、警察がね、この、道路の、なんでしょう、誘導してましたけどね、交通規制をですね、している警察官の方も結構多く見受けられますね。こちらのストランドロードはですね、非常に、混み合ってます。なかなかこうスムーズに進まないですね。こうやって一回一回すぐ突っかえてしまいますね。これですね、これ目の前に見える、これミャンマーシティズンバンクって書いてますけどね。これはですね、キャピタルダイヤモンドスター、この間ですね、グラマンドゴーというところのコンビニエンスストアの話をしましたけども、あそこと同じグループになりますね。そこの、銀行部門ということでですね、このミャンマーシティズンバンク、これヤンゴン証券取引所にも上場している、会社でありますね。非常に歴史がある、90年代の頭からやっている銀行になります。あ、そうこれがね、グラバンの方ね、今たまたまありましたね。はい、まあ、こうしてね、この2月の頭上旬ぐらいはですね、割とこう窓からですね、NLD の国旗を出したりとか、そういったようなこととか、NLD のですね、この旗ですね、シンボルカラーの赤いですね、旗をこう出したりとかっていうことをですね、している、ケースが多かったですが、今はそういったもの本当全くないですね。この交通量としては本当にクーデター前とほとんど遜色ないようなレベルになってきてるかなと思います。これはね、ミャンマー中国の商工会だったと思いますね。ミャンマーチェンバーのコマース、ということでですね、中国の方の商工会の場所かなと思いますね。で、これね、これ CB バンク、これね、今並んでました。お、結構人いたな。あ、ここも結構いるな。ということで、CB バンクでですね、一部お金を下ろせるという話もちらほら聞きますね。ここら辺なかなか確率的なものがなくてですね、こうその店舗ごととかそのタイミングとかそういったことによって違ってくるということでですね、ありますけれども、引き続きこの現金のですね、引き出しについて皆さん非常に苦労されているという状況が継続していますね。今日もこう移動してきてですね、やっぱり軍の車両とかっていうのはこれももう日常的なことになってますんで、あまりそれを見ても何とも思わなくなってしまいましたけれども、多いですね。これがね、これリクシャーね、こうやってね、隣にお客さんを乗せて、連れてってあげるというサービスですね。こうやってね、タクシーも、結構走るようになってきてますね。タクシーの量もかなり増えましたね、この数週間でですね、これね、昼間のね、平日の昼間からやってね、お茶を飲んだり、みんなでだべってる感じでしたね。あ、これね、ユナイテッドバルバンク開いてましたね、今ね、これね、見ましたかね、普通に開いてましたでしょうね。一応ね、今日平日の月曜の、昼ということでありまして、今そこの店舗はオープンしてましたね。ただ店舗がオープンしていることと、現金の引き出しができるということはまた全然別問題ということでありまして、その銀行の中にですね、現金がないと、引き下ろしができないということでありますね。今の銀行はユナイテッドアマラバンクということでですね、2010年にできた銀行ですけれどもね、新興の、銀行のうちの一つですね。
2010年にあのミャンマーエピックスバンクとあちらのユナイテッドアマラバンク、あと、まあのエア、あのアヤバンクですね、あと、まあ、AGD バンク、この4つがですね、まあ、この民政移管直前にですね銀行ライセンスを発行された銀行でありましたけれども、こうしてですね、まあ、ここのねミャンマーシティズンバンク、ここがね閉まってますよね。なんでこうかなりあのまちまちです。あ、これ何してんのかな、この人たちは。あ、これだからアヤバンクにこれ並んでんですよ、これ。これ店舗空いてますよね。なんでこの、あ、ごめんなさい、このね店舗じゃなくてこの ATM の方に並んでますね、こう、これ。まあこれね、本当昨日もそうでしたけど今日も本当暑いですね。もう朝7時8時でもですね非常に暑い状況でありました。ですんでああやってですね、まあ傘を差している人も多くです。まあ、これずっとピピピピピって言ってんでるんで、多分警察官がですね交通規制をかけてるんだろうとは思います。まあ、これね、ちゃんと、信号がいまいち安全としないというところもあってですね、あえてまあちょっと混んでくる時間になると警察官が来て、交通誘導をしてくれているということでありますけどね。ここでもですねアヤバンク店舗も開いてますね。これシャッター降り、上がってますね。なんで結構あの人いましたけどもね。あ、今ねおまわりさんが結構いましたけどもね。ああいうまあ普通のおまわりさんはそんなにまあ映してしまってもあの支障はないかなと。まああの銃を持ったですね軍人とかここら辺はちょっと避けるようにしてますけれども、こうしてですね、なんかこう今ねあのジュースとかの束が車に積まれてましたけども、ああいう物流関係っていうのもまあそれほど異常はないような状況になってるかなと思いますし、スーパーなんかでもあの特にですねこの物が不足しているとかそういったことっていうのは特に見当たらないです。あ、これね、これはね橋なんですけどね、これダラに、ダラというそのヤンゴンの南にある、方の地区ですけれども、そこにですね向けた橋が今できてかけてます。これはあの韓国のですね、政府開発援助の枠組みの中でやっているものですけれども、コイカというですね、まあ、JICA の韓国版のやつがあるんですけども、そちらの方が手掛けている事業と、あれがかかるとだいぶですねこのヤンゴンの、景色も変わると思います。あのダラの方にですね、まあ、未開の地が非常に多く広く、広がっているということでありますんで、そちらの方にですね、まあ、橋1本、非常に近いですね。もうダウンタウンからもすぐ、多分、もう5分とか10分でですね、あのダラの方に、今は、こうフェリーで渡っていくしかないわけですけれども、そちらの方にできる橋、あれもまあコロナの時にですね、一回中断しましたね。そこであのコロナの感染者が見つかったとかっていうこともありましてですね、それで止まっちゃって、その後、まあ、クーデター突入で、もうちょっと今、ほったらかしの状態になってるかもしれないですね。なんか、ここの通り、バリケード的なものがありましたね、今ね。まあ、開いてましたけど、あ、ここの官房座も店舗開いてんな。ちょっとすいません、ドタカンですけども、やっぱり今週、今日の月曜日で、あ、ここはでも AGD 閉まってますね。なんか、銀行がやっぱりめっちゃ多いですね。もう銀行だらけって印象あるかもしれないですけども、銀行は多いです。こうやってね、普通の店舗はね、こういう、なんかパパママショップは、普通に開いてますし、ここのなんかワンストップマートっていうね、このコンビニ的なもの、こういったところも普通通りですけども、銀行はでも、感覚的には結構開いている印象ですね。これまではまあ、ほぼほぼ開いてるとこあると、ああっていうね、こうかなり珍しいなという印象を持ってたんですけど、結構今日、今このね、この数分間だけでも、いくつかありましたよね。ということでですね、ちょっと金融機能のところの、まあ、正常化ということに向けてはですね、このまあ国民の方が今不安を持って、この金融システムに対する不信からですね、現金を引き出すと、まあ、ある種のこう取り付け騒ぎ的なものですけれども、それが広がっているところが落ち着かないと、なかなかこの金融システムの、まあ正常化ということには至らなそうな感じはしますね。卵を運んでますね、これね。あれ見えた、卵を運んでましたけどね。という感じでですね、割とまあこの、5月の、もう中旬になってきているということでですね、こう町体としては、銀行の状況を抜かせばですね、それほど大きな異常は見られないというところかなと。あ、これね、韓国から来たバスなんでしょうね。
うん、なんかハングルが書いてますけどね、うん、というような、あ、なんかね綺麗な花が咲いてますね、これちょっとね見えるかな、うん、という感じであります。はい。